はようございます。今日は1月25日、もう1月も終わっちゃいますね。昨日は、東京の渋谷のシアターコクンで三浦春馬くんの罪と罰という舞台を見てきました。3時間40分の長い舞台だったんですけど、もうね、春馬くんの引き迫る演技が最初から最後まででも圧倒されてしまいました。あんなに膨大なセリフをね、全然間違わないで、本当に素晴らしいなって思いました。あんなに昔可愛かった春馬くんがもうすっかり大人の役者になってしまって、月日の経つのは早いというか、感心してしまいました。調子もいいし、水草も相変わらずとっても調子がいいですね。このハイグロフィラがほんと綺麗でね、今盛りですね。でもね、だいぶ伸びてきちゃったので、これトリミングしなきゃなんないんだけれども、なんかね、ピンクを切っちゃうのが惜しいので、切ったら差し戻して下に植えればいいかな。おばの白さの方はまだ大丈夫かな。なぜね、メダカさんたちが泳ぐ場所をね、確保して寝ないといけないからね。このフクラータはもう毎日毎日ね、収穫してんですよ。これ気がつくとあっという間にね、今ね、水の状態も水草の状態も魚の状態もいいバランスなので、ずっとこのままいてくれたらいいなって思います。さあ、明日はお休みですよね。